スタジアムにご来場いただいている全ての皆様にお願いです。選手、監督や審判への罵声、尊重、差別、また他人を脅迫、脅威、侮辱、挑発する行為絶対にお許しください。選手、監督や審判への罵声、尊重、差別、また他人を脅迫、脅威、侮辱、挑発する行為は絶対にお許しください。サポーターの皆さん、スタジアムにご来場いただきありがとうございます。今シーズンも反サポーターの皆さんに感謝の気持ちを伝えるために感動のプレゼントを行いたいと思います。決心に当たり、日常3年の内容の際感謝となることがあるので、反サポーターの皆さんには周囲の方々や子供たちにご配慮いただき、楽しいイベントになると嬉しいです。勝利を皆さんにお届けできるよう頑張るので応援よろしくお願いします。この後、10名の日本選手がピッチに登場し、スタンド内で何のグッズを取り組みをいたしますが、何のグッズを受け取る際は、何の席に移動したか、周囲のお客様をお叱りすることは大変危険ですので、絶対にお願いいたしますよう、ご協力をお願いいたします。